アヒレス29は、オランダヘルダーラント州、フルースベークを本拠地とするサッカークラブ。2017から18シーズン現在、男子トップチームは、トゥベーデリビジ、女子トップチームは、エールデリビジに所属している。1929年設立。1983年に、夫婦とクラスセザンデー B を初めて制した。2006年に、サンデー C でもチャンピオンに輝き、 この時は、ライバルチームであるデトレフェルスに、勝ち点2の差での制覇であった。2007から08シーズン最終節でもデトレフェルスと対戦、アヒレスはこの試合で勝ち点を1でも積めば優勝し、敗北すればデトレフェルスの優勝が決まるという、歴史的な大一番であったが、このダービーマッチは、アヒレスが3から2で勝利し、3回目のリーグ制覇となった。 2010から11シーズンに新たに設立されたトップクラッセで優勝争いをするが、この時はエールステディビジからの降格組である FC オスに敗れたことによってサンデーリーグ2位に終わった。翌シーズンは2位に勝ち点差球をつけて優勝。サタデーリーグの覇者である SV スパケンブルフと対戦し、ホームでの1戦目で3から0、アウェーでの2戦目で0から2と45から0の解消。 アマチュアリーグの覇者となった。これによって、プロリーグであるエールステリビジエの昇格権を得たが、行使しなかった。2012から13シーズンにもサンデーリーグを制したが、VV カトバイクに敗れて、トップクラス全体での優勝はならなかった。しかし、カトバイクが昇格権を行使しなかったため、昇格権を獲得し、昇格を選んだため、2013から14シーズンに、 エールステディビジーに参入した。2016から17シーズンには女子チームがエールディビジーに参入。その他方で男子チームはエールステディビジーを20位で終え、2017から18シーズンよりトゥベーでディビジーに降格した。ありがとうございます。